せーの、3、2、1、コンパス。はい、サーヤです。タカトです。よろしくお願いします。そして天の声です。そして今日はこの方に来ていただきました。はい、どうも、ヤギナマです。お願いします。さあ、今日はこんなワイワイ状態の中で、はいはい、何をやるのかというと、6月2日に行われました、うん、コンパスフェス街キャラバン2019の広島会場の様子を振り返っていこうかなと思います。私は取材で行ってて、あと天の声さんも取材でね。はい、こっちじゃない、こっちだ。あ、こっちこっちこっちじゃない、誰もいませんよ。広島会場行ってない。行けなかったんですよ。ですね、はい、でも名古屋は行きましたね。私も名古屋行ってました。あ、趣味でどんな違った感じなのかを今日は紹介していければなと思います。広島キャラバンなんですけど、うん、ゲストもまたまあ豪華ゲストでいらして、まあ MC が、まあ、いつものコットン太郎さんとマリコさん総合 MC で、あと甲子園の MC が大田さんと弥代太郎さん、まあ、安定感のあるお二人ですね。解説はジョカさん、大友さん、踊ってみたはリリリちゃんとイリポン先生、リリリちゃんってあのデルミンの、デルミンね、そう、モーションアクターの DJ はキララの楽曲担当されたイージーポップさん、モラバトグランプリにフレントさんと和光さんって有名配信者のお二人で、あとコスプレイヤーさん、テスラの公式レイヤーのモコタンさんと、ココリコのレイヤーさんのリノさん、グスタフのレイヤーさんのビッキーさん、マリアの公式レイヤーのユズキさんが、クオリティがやっぱ本人みたいな私ちょっとお胸見ちゃうこの時やっぱテスラ、ココリコ、グスタフ、マリアだったんで身長差がすごくて、もうね、尊い、なるほど尊いステージがすごい近いんで、もう間近で見られるのもキャラバンのすごいところだなっていうのが、まあ、オープニングの後がノラバトグランプリ、ノラバトグランプリいろんなところでやってますけど、出たことあります、ヤギナマさん。あります、あります。来場者募集っていうので、まずノラバトってあれですよね、その場で、そうその場で、あの募集して、もうその場で募集なんで、もう出たいと思ったらそれ手を挙げればいいですね。そうその場で、まさにノラバト、そう、もう本当に、え、当たるポイントってやっぱこうこう、あ、もう俺コスプレできる感じだったら、やっぱそのコスプレしてたり、持ってたりとか、持ったよね、ちょっと特徴的なグッズ、板場掲げてる人とかいました。ああ、ちっちゃめの板場、うわーみたいな。次僕これ掲げていっていいですか。あ、天の声さん。あとノラバト出たらなんかちょっとしたグッズがもらえるみたいなのも、そうですね、あるので、ピンバッジとかちょっと特別だね、ドラバトに出た人だけもらえるなんかあるんですよね。あるんですよ。でそれもあるみたいなんで、うん、ぜひ参加したいだけはもう、やりたいだけでさで、まあドラバトの後が踊ってみた演目だったんですけども、まあ、リリリちゃんとイリポン先生で、はい、うん、今回披露してもらった曲が、リリリちゃんがコクリコのゼンマイ少女時計と、もちろんデルミンの惑星のダンスフロア、いやーすごいな。あのマリアのキラービーと、はいはい、ポロロッチョのクレイジービートだったんですけど、イリポン先生って、まあ、男性の踊ってみたいな方なんですけど、うん、10センチぐらいのめちゃくちゃ高いヒールブーツ履いて、もうすんごいセクシーにキラービーとクレイジービートを踊ってて、もう射抜かれたハートドリームバキュン、やばい、ドリームバキュンです。でも最後に2人で出てきて、うん、キレキャリーを踊って、でその時に広島の限定の T シャツ、中国地方に行ってみたの、行ってきました。 T シャツを2人で着てて、もうそれも可愛かったっていう、あの忠臣のね、パロディ T シャツ、そう、ね、あれ、あのご当地オリジナルなんで、うん、ぜひ行ったら買ってほしいグッズですね。で今踊ってみたの後がコンパス甲子園、甲子園ファミツアッププレゼンツの大会なんですけれども、はい、うん、中国地方の代表を決める戦いっていうことで、うん、予選に参加するのに1ヶ月ぐらい前でしたっけね、募集が始まる、まあまあ、そう、登録というか申し込みはそれぐらい前からですかね、全部で40チームしかちょっと厳しいよっていうことだったんで、当日参加はもう抽選になっちゃいましたね。なるほど。広島会場は、うん、札幌とか名古屋は大丈夫だったんですけど、そうだ、大丈夫でしたね、うん、大会出たいっていう方がいたら、なるべく早めに申し込んだ方がいいですね。申し込んで、はい、参加していただければと思います。これ予選 BO1、 そうですね、1試合しかできないんですよ。なんでもうみんなすごい読んで読んで、こうどれでいくみたいなのがあって
ってもうすごい緊張感というか。そうですね。えぎなまさんはこういう予選とかは、いやもうバンバン出ますね。大会のこの独特な熱というか、うん、雰囲気というか、うん、もう最高ですよね。普段別に普通にやってたらできることが、なんで俺こここうしちゃったんだろうっていうようなのも、はい、もちろん生まれたりとか、うん、逆に予期せぬジャイアントキルが生まれたりとかっていうようなのが、やっぱ大会には魔物が住んでるんですよ、うんうん。まあ、予選で4チームに絞られて、うん、その4チームがミッドエイジ染めとマルーンシトラス、うんうん、究極のおうち探しきびだんごの使者っていうもう4チームが揃ったんですけど、地元出身のチームが結構多くて、すごいなんか地元からの応援とかもすごかった。その中でもやっぱ一番会場が沸いたなっていう試合があって、決勝の2試合目、ちょっとそれを見てみようかなと思います。お願いします。ここで決着となるのか。リードしているのは現在赤の究極のおうち探しです。追い込まれているのは青ミトエジ染めです。さあ、どんな編成が来てるのか。勇者の曲が流れてますね。ただ他の編成がまだ見えていないので。見えないですね。どうなっているのか。お黄色目が青チームが。これは拍手でしょう。しかもお互いリバイ入ってる。ミラーミラー。駆け出しの勇者もすげえ。面白い。こんなことあります。はい、さあステージ選択したのは青のミトエジ染めなんですけども、駆け出しの勇者、そしてリヴァイに、イスタカとなっております。真ん中敵二重に飛んでますね。そうですね。さあガンガン前に攻めています。これ松井選手ですね。赤ここは変えません。変身は変えません。松井選手は同ヒーローで勝負をかけていく。さあ現在3対0で有利なのは究極のおうち探しです。さあここも山の影出しの勇者対決。スタンが入っても山の井選手動けません。一方的に叩くているのでなんとか耐えてますね。さあお互いまだ様子見3対1、まだリードを続けているのは究極の落ち探しです。さあここで一旦ヒールして味方の元に向かいます。一旦ポータルを広げてますか。さあこちらミトちゃんマン、まだイスタカも1対1だとすごい火力を出しやすいキャラなので、はい、何にもかなり苦しいかと思いますが、はい、ただ松井選手も硬いですね、やはりね。さあここは再びスタンです。2対1囲まれてる山田選手、ここで落ちます。いや素晴らしいですね。これリヴァイ間に合うかかなり厳しいですね。ただ間に合ったとしてもどうだ。ここで一旦ダメージ、非ダメージを 100%。そしてマーチャが飛ぶ準備、一気に超えていく。さあどうだ、ミドちゃん間に待った出しで攻撃を仕掛けていきます。あと一撃というところでしょうか。決めていった、素晴らしいですね。マーチャン決めた。しかし AG 選手も間に合っているリバイ対決。 AG 選手はマーチャンを仕留めます。3対2。お互いぴょんぴょん飛んで状況が全然わかんないです、ね、すごいですね。さあただ現在3対2とリードしているのは青ミトエジ染めとなっております。ここもなんとか挟み込んで山の井選手を仕留めれるかというところですが、まだ落ちない。ヒール間に合った。そのまま返していく。今のおそらくマジスクという行動を遅くするカードのせいで回復が間に合わず、はい、勇者の通常の5発目で転倒してしまったという感じです。お互いポータルの取り合い、一進との攻防、シーソーゲーム。さあ松尾選手に飛び込んできたのは AG、 弱点のそのまま削り切れるか。マジスクが入って弱点ヒット。さあ1対4、どうだ、王手をかけている究極の落ち探し、逃げれるか。敵陣1個目で耐えているんですけど、はい、かなり広がってないのでこれ耐久するのは厳しいかなと思います。時間がない。逆転した、逆転した。ブルー糸江で染め、さあそのまま削ったリヴァイ、どうだ、逃げ切るか。残り10秒、9 8 7 6 5 4 3 2 1、決まったっていうのが決勝であったんですよ。すごい、会場の声がこうやって盛り上がるのが、盛り上がってましたね。やっぱ見てて面白い。面白いですよね。本当にやってても楽しそうですね。やってても、まあ、やってるのは超心臓に悪いと思うんですけども取った、取られた、取り返そう。みんなで一緒に盛り上がれるっていうのが
甲子園のいいところだな。いいとこですね、うん、しかもねこの優勝したチーム、はい、実はねあの八木趣味の方でいろいろ計算してこのデッキが最適だっていうのを導き出して天下取ってくれてるんで、実質八木趣味が優勝みたいな実際いやすごい試合でしたね。この時って確か情報修正が直前にあったんですよ。ノホのレンが入ったり、ジャスティスのレンが上がったり、うん、あと移動速度も変わったり、うん、もうそこの対策とかもちゃんとこう取ってきてて、やっぱレベルが違うっていうのはやっぱ環境にいち早くね適応して、なんで今後の甲子園全部のマチキャラバンにあるので、うん、もうその後の試合もすごい楽しみです。他会場早く地元大阪のやつ行きたいです。あ、大阪最後ですもんね、うん、じゃあ大阪では赤田さんも出場されて。出場はしないです。え、しないですか。応援します。甲子園の後は最後の演目ボカニコ DJ があったんですけど、ゲストがイージーポップさんで、まあ、キララの楽曲担当されてるあのイージーポップさんですよ。いやもう、 ゴッドですよ。ゴッドやばいよ。ゴッドですよ本当に。あのね、盛り上げがうますぎてやばい。30分の演目だったんですけど、うん、10曲ぐらいあって、あ、10曲以上ある。バイオレンストリガー、独白、アルカリ劣等生、ハイスペックニート、キレキャリオン、残響、グラーベ、ヤドリギ、あとレッツミテイクユー、うん、キラービだから言ったでしょ、クレイジービート、ダンスロボットダンス、うん、13曲。しかも、うん、この順番ですよ。そう、気づいた気づいた。コンパスやってないと、うん、多分この順番を組み立てられないと思うんですよ。このセットリスト作れないんですよ。そうそうそうなんですよ。次リリカ流しますよっていうのをリリカのセリフとリリカの曲で聞かせてから、うん、まあアルカイ劣等生バーンって入るっていう流れをやるんで、うんうん、もうみんなこう準備ができるんですよ。もうライト変えて次こいつで OK。 この感動はやっぱ映像とか私たちがどれだけ言っても実際に体験しないと分かんないと思うんです。これはぜひ ライブですよね。うん、ライブで見てほしい。ぜひ来れる方は他の会場 DJ も含めて全部最後まで楽しんでください。はい、ということで広島キャラバンを動画や画像で振り返ってきました。この後のキャラバンの開催予定はですね、7月28が高崎、8月11日福岡、8月25日大阪ってなっております。はい、お二人はこうどこの会場行こうかなみたいのはありますか。とりあえず高崎はまあ近いんでね、まあ、行きやすいですよね。行きやすい場所なんで、あの行こうかなとはもちろん思ってます。おはい、赤田さんは。いやもう神戸なんで大阪の方には行こうかなと、うんうん、まあ、高崎も行けたら行きたいなと思います。はいはいはい、朝からもう野良バトでウェーイってなって踊ってみたでウェーイってなって甲子園でおーってなってというわけで本日はコンパスマチキャラバン広島会場を振り返っていきました。それでは皆さんもぜひキャラバン遊びに来てくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。